で、何をしたかというと、冷蔵庫と食品庫の中を一斉処分しました。もう泣きそうになりながら。食事からビューティー、ビルラスダイエット、松田理恵です。今回の動画では、痩せる冷蔵庫の中身についてお伝えしていきます。あなたは冷蔵庫の中がいつもパンパン。用もないのに何度も冷蔵庫を開けてしまう。賞味期限切れのものが入っている。なんてことはありませんか？この質問を聞いて、冷蔵庫の中身とダイエットって関係があるの？って疑問に思った方もいらっしゃるかもしれません。実は関係大ありなんです。なぜなら冷蔵庫の中身、つまりこれから食べるものがあなたの未来の体を作っていくからです。冷蔵庫の中に太りやすいもの、代謝を下げるものがたくさん入っていれば、やはりあなたのダイエットは進みにくい可能性があります。この動画を見ることで、冷蔵庫整理がダイエットに効果的な理由、冷蔵庫や食品庫に不要なもの、ダイエット講師がストックしているもの、現在備蓄しているものがわかりますよ。それでは行きましょう。今でこそ私はダイエット講師として、軸を持って食事を選ぶことができています。しかし過去の私はダイエットに迷走しまくってリバウンドを繰り返していた期間が本当に長かったんです。自分がダイエットをこじらせまくっていたからこそ過去の私と同じような人の力になりたいとダイエット講師になったんだと思います。ダイエットに迷走中の頃は本当に辛かったんですけれども、それも今こうしてダイエット講師として活動する、一つのプロセスだったんだなっていうふうに今では思っています。なのでその頃の経験にも、感謝しています。ダイエッターだった頃の私はあれ食べたら太るかな、これ食べたら太るかなといつもいつも食事に悩んでいました。でもそんなに悩んでいる割には最終的に選んでしまうのはカレー、ラーメン、パスタ、ピザ、ハンバーガー、そして締めのデザート、もはや太るしかないでしょというツッコミどころ満載な選択だったんですよね。なんでこんな選択になってしまったのかというと、やはり正しい栄養と体のメカニズムの知識がなかったんですよね。そのためあれこれ悩んでいる間に結局今日ぐらいいっかとなって本能のままに食べたいものを選んでしまっていたんです。そして当時の私の冷蔵庫の中身はというと、とてもダイエットする人の冷蔵庫ではありませんでした。お気に入りのチョコの大袋にご褒美のためとちょっとお高いアイス、大好きな冷凍パスタに忙しい時用のカップラーメン、特にシーフード味が大好きでした。賞味期限切れのものや使うか使わない化学調味料など、こういったもので冷蔵庫は常にパンパンに埋め尽くされていました。でもですね、正しい栄養と体のメカニズムの知識を学んで私はハッとしたんです。このままじゃいかんと、私はもっとおしゃれしたいし、自信を持って挑戦したいこともある、二重顎もポッコリお腹も解消したい、こんなキューピーちゃんみたいな体は嫌だ、こんな痩せられない自分はもう十分味わったじゃないかって本気でそう思ったんですね。で、何をしたかというと、冷蔵庫と食品庫の中を一斉処分しました。もう泣きそうになりながら。そんな自分をとてもいじらしく感じたのを今でもとてもよく覚えています。ではなぜ冷蔵庫や食品庫の整理が、ダイエットに大切なことなんでしょうか。今から詳しく説明していきますね。理由1、ストレス食べ。多くの人が経験したことがあると思うんですが、ストレスが溜まるとお菓子を食べてストレスを解消しようと思ってしまいませんか？これは実は体のメカニズムとして当たり前に起こる現象なんです。どういうことかというと、人はストレスがかかると同じぐらいの刺激でそのストレスに対して対抗しようとしてしまうんです。その刺激というのがお菓子なんです。糖質たっぷりのお菓子を食べると血糖値が急上昇して脳は一時的に幸福感を感じることができるんです。お菓子だけではなくって、過去の私がお気に入りだったパスタ、ラーメン、カレーなども同じ現象が起こると言えます。こんな刺激の強いものがそばにあれば食べたくなるのは当たり前のことですよね。そのためまずは食べられない環境を作る、不要なものをそばに置いておかない、物理的にも距離を取ってしまうというのがダイエットにおいて有効な対策と言えるわけです。そうは言ってもお菓子だけが私のストレス解消なのに、あのパスタとカップラーメンを食べるのが唯一の楽しみなのに、なんて方も多いですよね。私も昔そうだったのでよーくわかります。そんな方はこの機会に別のストレス解消法、楽しみを考えてみましょう。私の場合、お気に入りの YouTube を見る。最近はね、 YouTube にどっぷりハマっちゃってます。で、美味しいコーヒーをちょっと丁寧に入れてみる。コーヒー好きなんですよね。ノートに自分の気持ちを、書きまくる。バービーちゃんのモレスキンノート、これめちゃくちゃ気に入ってるんですけれども、
こんな感じでね、私ね、真っ白なのに書くのが好きで、線とかね一切書かれてないんですけど、こういう真っ白なノートにいろいろいつも書いてます。中は見せられません、字が汚すぎるので。あ、こんな感じです。ぜひあなたたりのストレス解消法、楽しみを見つけてみてくださいね。理由に片付け食べ。片付け食べとは別に食べたいわけではなくても、もったいないからという理由で片付けるために食べてしまうことです。あなたの冷蔵庫の中は賞味期限切れ間近なもの、作りすぎてしまったもの、食べるかわからないものなどで溢れていませんか？そしてそれを捨てるのはもったいないからと、お腹いっぱいなのに食べてしまったなんて経験はありませんか？冷蔵庫の中身をチェックして、ダイエットにとって不要なものであれば思い切って処分してしまうことをお勧めします。なぜならあなたの体はいらないもの、残り物を捨てるゴミ箱ではないからです。ちなみにいらないもの、不要なものとは、お菓子、添加物、質の悪い油たっぷりのインスタント食品、加工食品、化学調味料なのです。食べたくないもの、片付けのために食べること、捨てること、どちらが本当にもったいないことなのか、今一度考えてみてくださいね。3つ目、習慣食べ。過去の私のようにお菓子を家にストックしている方は、冷蔵庫を開けるためになんとなくお菓子をパク、習慣になっていて、食後になんとなくお菓子をパクとしていることってありませんか？このようになんとなくいつもの癖でお菓子を食べていると、1回1回の量は少なくっても、毎日のトータルで見たら自分が思っていたよりたくさんお菓子を食べてしまっていたなんて方も多いはずです。私もそんなにお菓子を食べているつもりではないんだけど、なんで痩せないんだろうとずっと疑問に思っていたんですが、今振り返ってみると、やはりちょこちょこたくさん食べてしまっていたなと思います。また一人ご飯の時や、仕事が忙しい時はなんとなく家にストックしてある冷凍パスタやカップラーメンで済ませてしまうなんてことも多かったんですよね。このもうすごいですね、なんとなくの、習慣食べを防ぐためにも、なんとなく家にお菓子や不要なものをストックしておくのは控えた方が良さそうですね。とはいえ、これらのものを家に置いておかないというのは意外と難しいことだったりしますよね。ではこれからダイエットにとって不要なものを家に溜め込まない工夫っていうのをお伝えしていきますね。1. 寄らない、見ない、嗅がない、入れない。これは先ほどお伝えしたような、なんとなく家にお菓子や不要なものをストックしてしまっている場合、有効な工夫です。例えば仕事帰りになんとなくコンビニによって期間限定やアイスやレジの横のお菓子を買ってしまう。なんでね、レジにね、なんかチョコレートとか置いてあるんですかね。あれね、いつも見ちゃいますよね。スーパーに買い物に行った時に、このなんとなくね、お菓子のコーナーによって特売のお菓子を買ってしまう。ショッピングセンターなどで焼きたてパンやドーナツの匂いに誘われて、なんとなくね、買って帰ってしまう。あなたはこのような経験はありませんか？あなたが思っているより視覚や嗅覚からの刺激は強烈なんですね。判断能力を鈍らせてしまうんです。そのため私がダイエットを決意した最初の頃は、無駄にコンビニに寄らないようにしていましたし、お菓子コーナーも通らないようにしていました。パンのコーナーにも近づかないようにしていました。食べ物の良い香りがするところにもなるべく近寄らないようにしていたんですね。またこれらとともに大切なことが、ダイエットにおいて不要なものをまず家に入れないという意識です。あると食べたくなるのはもう誰でも一緒、私でも一緒なんです。あったら多分私あっという間にリバウンドしちゃうタイプです。誘惑のある食べ物を家に置いておくなんて、もう我慢との戦いにこう自ら挑みに行くようなものなんですね。逆を言えば、家にない食べられない環境さえ作ってしまえば、意外と簡単に控えることができたりします。慣れていったりするもんなんですね。例えば自分の意思ではなく、お土産や贈り物などでいただいてしまった時は、お気持ちだけもね、ありがたく、頂戴しまして、家族や友人、職場の人、近所の人などにあげてしまうのがおすすめの工夫です。意外と喜ばれることが多いですよ。2つ目、代用品を用意しておく。そうは言っても、お菓子が家にないと口寂しい、忙しい時や非常時のために加工食品などがないと不安という方も多いですよね。そんな方は代用品をあらかじめ用意しておくことがおすすめです。では、ここからは私の冷蔵庫の中身を実際に見ていただきながら、かなりね恥ずかしいですが、はい、解説していこうと思います。はい、冷蔵庫の前に来たんですけれども、お菓子の代用品と合わせて、備蓄もそうなんですけれども、普段からストックしているもの
ものっていうのを合わせてご紹介していこうと思います。例えばお菓子の代わりにこういったナッツだとか、あとは干し芋、果物などを用意するようにしています。あとは冷凍パスタや、カップラーメンの代わりとして、はい、めちゃくちゃカラフルなんですけれども、こんな感じで、冷凍ご飯や、おにぎりとかをね、私はストックするようにしています。ニュースなどで備蓄の品として、カップラーメンなどが結構品切れになっている場面を見たんですけれども、私はちょっとインスタント商品っていうのは、備蓄はしていないです。非常時の備蓄としては、先ほどお伝えしたように冷凍のねご飯とかおにぎりを用意しておいたりだとか、あとは、栄養のあるわかめとか乾物ですね、ストックしています。これ結構好きですね、食べるしじみ、ちょっとね砂糖が入っているんですけれども、はい、でもねお菓子とかよりはいいかなと思ってこういったものを食べたりしています。はい、このカットした、椎茸、これもいつもストックしていますね。でこういったわかめとか味噌汁の時期とかですね。はい、では、こちらが食品庫になるんですけれども、食品庫の中には、こういう缶詰ですね。アサリの水煮とか、あとはシーチキン、これも水煮ですね。こういったものとか、あとは、サバ、これも水煮ですね。はい、もっとね、段ボールでストックしてあります。日持ちするので。で、こういった、これもイワシの水煮ですね。これも段ボールでストックしてあります。あとこういったトマト缶とか、あとねこれもケチャップね、ちょっと砂糖は入ってるんですけど、ケチャップの割にすごく原材料がシンプルなのでこれ気に入って使ってますね。私はこんな感じでですね、これらの食材は常にストックしておくように意識しています。そして当たり前っちゃ当たり前ですが、体にとって必要なものは不足させないようにこまめに買い物に行くことがおすすめです。なぜなら、体にとって必要なものが不足すると、体にとって不要なものに手が出る隙を与えてしまいやすいからです。ちなみに体にとって必要なものとは栄養の取れる食材です。体にとって必要な栄養をバランスよく食べるためには、定食型がおすすめという話を以前何度か別の動画でしてきていますね。まだ見てないよという方は概要欄に貼ってある本当は教えたくない食べても太らない人の3つの秘密、こちらもぜひご覧ください。私もこの定食の形で食べられるように冷蔵庫に入れておく食材っていうのは意識するようにしています。メインの主菜、肉、魚、大豆製品、乳製品、卵などのタンパク質、サラダなどの副菜、生で摂れる野菜、味噌汁などの汁物、加熱が必要な野菜、海藻、きのこなどの食材です。忙しくてあまり買い物に行けない人などは、時間がある時にこれらのものを作り置きしておいたり、ベーストをストックするなどの工夫もおすすめです。体に不要なものをストックするのではなく、体にとって必要なものが不足しないように、そこをまず意識してみてくださいね。いかがだったでしょうか。それでは今日絶対絶対押さえておいていただきたいポイントをサラサラっと、まとめていきます。冷蔵庫整理がダイエットに効果的な理由は、1、ストレスで食べてしまうこと、2、もったいないから片付けのために食べてしまうこと、3、なんとなくの習慣で食べてしまうことを防ぐことができるからです。不要なものを溜め込まないための工夫は、1、不必要に寄らない、見ない、嗅がない、家に入れないようにすること、万が一もらってしまった時は誰かにあげるのもおすすめです。2、代用になるものを用意しておくこと。完食の代用はナッツ、チーズ、干し芋、果物。冷凍パスタやカップラーメンの代用は冷凍したご飯やおにぎり。ストックでおすすめなのは乾物や缶詰など。体にとって必要なタンパク質、野菜、キノコ、海藻などの食材は切らさないことが大切でしたね。私は、冷蔵庫の整理をするとき、ダイエットのため、代謝を上げるために、これからの細胞を傷つける食事をしないと決めました。代謝を巡らせるために、筋肉を維持するために、栄養あるものをしっかり食べると決めました。そして、まずは2週間だけでいいから、集中して取り組もうと決めました。とは言っても、意志が弱い。私はこの意志の弱さで、今まで何度もダイエットに失敗してきました。だからまずは、食べられない環境づくりをしようと思って、冷蔵庫と食品庫をスッキリさせたわけです。まずは2週間と思って始めましたが、気づいたら必要以上にお菓子やダイエットにとって不要なものを求めない味覚に変化していました。そして体に変化を起こすために絶対的に欠かせないことがあることに気づいたんです。それが
継続的な実践、勉強だけじゃダメ、情報をスマホでねググって得ているだけではダメっていうことなんですね。脳は現状を維持することが大好きです。なのでいかにこう変化させないで簡単にできるかっていうことを考えがちです。変化を嫌うので今日ぐらいいっか、まあいっかって気持ちが大体出てきてしまって、いつもの選択を繰り返してしまいます。過去の私もこのまあいっかって何度もリバウンドしてきてしまいました。でもやったりやらなかったりでは体っていうのはやっぱり変わらないものなんですね。つまり体に変化を定着させるためには継続的な実践っていうのが欠かせないというわけです。あなたも今日の動画を参考にしていただきつつ、できそうなことから一歩一歩でいいので継続してみてくださいね。この動画の他にもダイエットに必要な栄養の知識と体のメカニズムについて発信をしているので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画をご覧いただいて、ベルダスダイエット、もう少し気になるという方は、ぜひ私の公式 LINE や365日無料オンライン講座をチェックしてみてください。ちなみに、ブログ、インスタ、ツイッターでもダイエット情報を投稿しています。概要欄からフォローしてお友達になっておいてくださいね。これからもこのチャンネルでは、こんな時期だからこそ、お家にいながら食べるほどに綺麗になれることを学んで、免疫アップ、代謝アップの食事、家族の健康を守れる食事について、簡単に実践できる方法や、元気になれる動画をお届けしていきたいと思っています。世の中がね、どう変化したとしても、美しくて健康な心と体があれば、何だってできると私は本気で思っているんですね。それ以上に大切なものはないと思っています。なので、これからも私が学んで経験してきたことを通して、あなたが美しく輝くための貴重な情報をできるだけわかりやすく配信していきます。そういった情報を見逃したくないという方は、更新に気づかない場合もあるので、ぜひチャンネル登録とベルマークのクリックをしておいてください。チャンネルへのアクセスが次回から簡単になります。では、動画を閉じる前に参考になったという方は、ぜひ、LIKE ボタンを押してくださいね。明日の YouTube の撮影のやる気になって嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。松田理恵でした。さようなら。はい、今日もちょっと、春ファッションなのかな。最近購入したものです。はい、ちょっとこれは、ブラウンで、下がオレンジのカラーパンツですね。私カラーパンツも結構大好きでいろいろ集めています。今日はこんな感じです。で、今週3本動画をお届けしているんですけれども、4月の途中から週5本あるいは頑張れたら毎日配信していこうかなって今思って準備を進めてます。なので、いいねとかでね応援してくれると嬉しいです。ではでは、バイバーイ。